久保さん、なんかイーロン・マスクが5兆,何5兆4兆四千億で丸ごと買収を考えてるらしいですね。やっぱ金ですね。<laughs> 金に物を言わせれば。5兆円ってすごいっすね。国家予算。5兆ってすごいっすよね。なんかの国家予算っすよね。<laughs> 5兆。5兆はすごいっすよね。まあ今回ね、埋もれるにしましょうか。 あのお花畑に埋もれるってよかったですね。そう埋もれますね、うん埋も。埋もれないためには埋もれないためにはまあお溺れるまあ溺れる、うん、まあ、まあ、こうずっとやり続けるしかないですね。犬かきをずっとやり続けるみたいな。うん そうしたら溺れることないし、埋もれることないし、うん、まあ、もがき続けるってことじゃないですかね。もがく、あがき、あがく、あがくっていう。そうまあ、その中で光が見,見えてくるんじゃないかなと思いますね、まあ。犬かきやめたら、まあ、溺れて死ぬだろうしね。うん、で、埋もれていくっていう、ねうん、やっぱずっとこう、 発信してて思うのが、昨日ね、僕ね、久保さん、初めてインスタグラムのライブをやってみたんですよ、初めて。で、もうちょっとで、ね、僕、フォロワー1万人行くので、その、1万人行ったらライブやろうかなと思ってたんですけども、まあ、前倒ししてちょっとやったんですよ、テストで。どんな感じかなっていう。別にね、コメントでね、その,チャあの来たんですけど、写真撮るのうまいですね、みたいな言われたんですけど、 僕ね多分ね写真ね3万三万ぐらい撮ってるんですよ3万回シャッターを押してるんですよでその3万回の中でどうやって撮ったら綺麗に撮れるかなとかどうやって撮ればどうなるかなって考えながら撮ってるんですよねでなんで考えるかっていうと僕はビジネスでやってるのでそのなんだろうなまあ面白いとかね もしくは綺麗とかかね、かわい,いとかまあそういうふうな撮り方をして、まあ、写真がコンテンツなんで、あのー、その写真を通してどう,何どういう感情を与えるかっていうところを、まあ、ビジネスでやってるから考えるんですよ。でも多分趣味でやってる人ってそれ考えて撮ってないんですよね。で3万回それを考えて撮って下手になるっていうことがまずありえるのかと。 まず下手にはならならいですよね。まあ、少なくとも上手くなるじゃないですか。で、あのその写真の撮り方をレクチャーしたんですけど、プロでもないんですけどね、この、なんだ、被写体があるじゃないですか。で、なんかセンスありますねとかも来たんですけど、は,はっきり言って、全部の角度で撮れば、ある一定のなんか、その、なんか1個出てくるじゃないですか。ね。まあ、ほとんどの人は、なんか2回、3回か1回とかじゃないですか。 こ,ういろんなこっから取るのか、こっから取るのか、こっから取るのか、こっから取る,るのか、もしくはこっから取るのかっていう、もうほぼ全部の角度で取ってしまったら、なんだ、その全部の角度で取るじゃないですか。じゃあそれが100枚なのか、200枚なのかわかんないですけど、その中で、あこれいいなって出てくるはずなんですよ。だけど、1つの角度でしか取らなかったら、それはわかんないですよね、そのいい角度っていうのがね。うん。 だからセンスじゃないですよね <laughs>。と僕は思います。ただ、たぶんね、考えて撮ってるんですよ。どうしたら綺麗に撮れるかっていうのを考えて撮ってるんで、多分そこが違いだと思うんですよね。で、少なくても3万回ぐらいシャッターを押せば、うまあ、上手くなりますよ <laughs>。でも結構ね、綺麗に撮れるんですよ、うん。最近結構なんか上がってきた。自分でもちょ,っとちょっとスキル上がってきたんじゃないかなと思うんですけど。 ああそうナミさんもね、ナミさんも来て、ナミさん結構カメラやってるんです、昔からね。ニコンの一眼も持ってて、こんなあの望遠レンズも持ってて、結構昔から写真撮ってる人なんですけど、ナミさんにセンスありますねっていう言われて、それ嬉しかったですけどね、昔からその写真やってる人で,で、僕の,その使ってる一眼レフ、使ってる一眼何ですかつって言って。 僕はあの、まあ、初心者向けの一眼レフなんですよナミさんが持ってるのは結構プロ仕様のごついやつなんですけどで僕はもう初心者向けの一眼レフなんだけどもあそんな一眼であれ,あれだけ撮れるんですねみたいなで、まあ、言ったんですけどそれもインスタのフィルタリングがあるんですよねエフェクトみたいなだからそのその写真に対してのエフェクトうまくこうやると、まあ、いい感じになるんですよ だからまあ、写真本来というか、写真プラス、そのインスタの機能のエフェクトですよね。まあ、デフォルトであるエフェクトをうまく活用して、そうするとなんか、それっぽく見えるっていう。だからやっぱね、考えて、あ続けていくと、向上しかないですね。<laughs> 多分 <laughs>。うん。あの 下手にななるってことはないでしょう,、ね、うんそうやっぱ良かったなと思うのがやっぱビジネスやっててそういう考え方で取り組めるようになったってことですねそういう捉え方で見れるようになったそういう考え方でできるようになったっていうところがまあこれは自分でビジネスやってなかったら多分そうはならなかったと思うんでうん良かったなと思いますね、うん ほ本当にやっぱり一般の人って多分ねそこの考えるまあことをしてないんじゃないかなってあんまりうんうだからなんだろうなまあ就職活動とかももうあれじゃないですかなんかあの一般の人って僕も最初一般人だったんであれなんですけどなんかまあ就職して社会人になって俺稼いでるぜみたいな感じじゃないですか イメージとしてはまあ僕もそうですし一般の社会人だ給料もらってる稼いでるお金稼いでるっていうでも一人でこうビジネスこう,こうやるようになってから本当に深く思うのがうんですよね自分でし信用会社の信用があったりとか会社が作ってくれた商品だったりとか会社が作ってくれた仕組みだったりとか組織だったりとか 結局会社の名刺に過ぎないいっていう、自分で1から01で名刺を作っていくっていうことはやってないので、うんまあ、営業マンの人もね自分でその,その,その車、まあ、車の営業マンだったら車を01で自分が作ってるのかっていうと多分工場に行って見学もしてない営業マンもいるでしょうねもしかしたらね。 その商品がどういう工程で作られてるのか、原材料がどうなのか、その原材料はどこから仕入れてるのか、取引先がどこなのかっていう多,分多分知らないんじゃないですか <laughs>。で、その原材料何パーで何パーと何パーを組み合わせて、工場でどういう溶接をして、どういうふうに作って、どういうロボットがあってとか <laughs>、多分あのあ細かく知らないんじゃないですか。うん、パンフレットは見るけど。うん、<laughs> でも、 自分で商品を作って売っていくとか集客していくっていうのはその原材料が何があるのかとかどうやって仕入れるのかとかどう加工していくのかとかやっぱ全部自分なのでだからそれをより多く考えないといけないですよねうんだから本当ね一人で稼ぐっていうのはねやっぱね最強だと思いますよいろいろな意味でうん今まで見えなかったことも 見るようにするし見えるようにしないといけないしうんだからいいと思いますね僕はまあそれが大変だっていう人は違う方法を探せばいいと思うんですけどねうん、なんか久保さんの即果実でビジネスが僕を自由にしてくれたみたいなね格言がありますけど 僕はまあそこに上乗せするんだったらビジネスが僕を成長させてくれたっていうね、うん、成長できた理由はビジネスやってたからかなっていうその思考のアップデートですよね OS のアップデートできたのはビジネスやってたからかなと思いますけどねでもこれ本当に一般の普通にやってたら多分成長の限界があるでしょうね、うん、そう成長の限界があるでしょう、うん、俺はすごいんだ でもそのすごいかすごいっていうのも結局組織の中の一部のすごいであって、うん、じゃあ,しゃあの一人一人で出たらねよくあるのが営業マンでめちゃめちゃ日本一だったけども自分でじ独立してやったら売れないみたいなですね <laughs> <laughs> そうよくある話なんですけどね、うんはい行ってらっしゃい